こんにちは、金黒です。今回は Apple Watch シリーズ2バッテリー耐久テストです。現在11月21日月曜日の朝7時47分です。いつもはもっと早く目覚めるんですが、昨晩遅くに動画作成して深夜にアップしたんで、ついちょっと朝起きるの遅くなっちゃいました。アイスコーヒー飲みながら今動画撮っています。今朝起きたばっかりで、Apple Watch の充電は 100% の状態になっています。この 100% の状態から何日ぐらいバッテリーが使えるのかというのが、Apple Watch 検討されている方すごく気になると思いますので、今回は Apple Watch シリーズ2でバッテリーがどのぐらい持つかを実際に実証実験やってみます。Apple Watch の設定の方は、まずバッテリーに関係しそうな通知、こちらの通知インジケーターはオンにしています。私が Apple Watch に求めている性能の一つとして、すぐに情報を教えてくれるっていう、この通知はすごく大事なんで、通知はオンにしています。また、通知のプライバシーもオンにしています。これをオンにすると、Apple Watch にいきなり情報が出なくなりますんで、まあ場合によっては便利なので、こちらもオンにしています。あと一般の中ではお休みモード、こちらはオンにしています。深夜は特に知らせてくれる必要ないので、お休みモードオンにしています。これも多少バッテリーの持ちに関係すると思いますね。あとアッセンビリティですね。こちらのグレースケールを今オフにしていますが、オンにすると Apple Watch 側の表示もグレーになって、多少バッテリーの持ち改善するのかもしれませんが、私はカラーで見たいのでオフにしています。あとバッテリーに関係しそうなもので言うと、ここにはないみたいですね。一般に戻って画面をスリーブ解除、こちらをタップすると手首を上げて解除をオンにして、クラウンを上に回して解除、両方オンにしています。また電源に関係しそうなのがこのスリーブ解除ですね。タップした時に15秒間だけ解除するのか、70秒間スリーブを解除するのか、この2つ選べますが、私はいつも15秒間スリーブ解除にしています。一般のところでバッテリーに関係しそうなのはこの辺でいいと思います。あと、マイウォッチに戻って明るさとテキストサイズ。この明るさは一番暗いモードにしています。Apple Watch シリーズ2になって、初代の Apple Watch よりもかなり標準で明るくなりました。私はいつも一番暗い設定にしています。そして戻って、サウンドと触感。こちらの音量も一番小さいモードにしていますね。ただ、振動で知らせてくれる触感の強さ、ブルブルっと振動して知らせてくれる強さは中間ぐらいにしています。かつ、はっきりとした触感、こちらをオンにしています。Apple Watch の魅力の一つは振動でお知らせしてくれるっていうのがあるので、この強さを弱くすると Apple Watch の良さ少しなくなると思いますので、この辺は、まあ、中間ぐらいの強さではっきりとした触感というのをオンにしています。あとカバーして消音とタップして時刻を読み上げる。まあ、これはミッキーマウスの画面にした時だけなんですが、こちらをオンにしています。この辺が、まあ、電源に関係しそうなところで、あとはもう標準のままで使っています。撮影開始から30分ぐらい経ちましたが、今のバッテリーの状況はまだ 100% です。どのぐらいバッテリーが持つのか、すごく楽しみです。現在11月21日、お昼の11時43分頃です。だいたいこの Apple Watch 使い始めて5時間経過しました。今のバッテリーの残容量は残り 94% で、5時間で約 6% ぐらい消耗しました。現在2日目のお昼の12時20分です。今バッテリーの残容量は2日目のお昼でちょうど 50% です。昨日の朝100% から始まって、2日目のお昼で今ちょうど半分を経過したところです。現在11月23日、2日目の朝の
朝8時25分頃です。2日丸々過ぎてバッテリーの残余量は現在 17% です。現在は3日目のお昼12時20分頃なんですが、 Apple Watch に動きがありました。低電力 10% の電力が残っています。省電力モードに切り替えるか聞いてきています。一旦省電力モードに切り替えてみますね。省電力モードは電源の現在の時間を表示する以外の機能をオフにしてバッテリーの寿命を長持ちさせます。省電力モードを終了するときはサイドボタンを長押しします。一回ちょっとやってみますね。こんな感じでデジタルで時間を知らせてくれるだけになります。またサイドボタンを長押しするともう一度電源立ち上げに戻るみたいですね。ウォッチ OS3 になってからはこの起動が少し遅くなりました。再起動してパスコードの入力を求めてきました。もう一度省エネモードに切り替えるかどうか聞いてきています。ここで省エネモードに切り替えずにこのまま使うときはデジタルプランを押します。そうすると元の通常のモードに戻ります。省電力モードにするとこのアクティビティの記録も途絶えますので、バッテリーを長持ちさせるのかアクティビティを優先するのかどちらか選択する必要があります。今回は通常モードでどのぐらい使えるかを実験しますので、省電力モードはオフにしてこのままどのぐらい持つか実験してみます。現在3日目の午後14時40分頃なんですが、アプローチ手首傾けても画面が出てこない状態になりました。デジタルクラウンを長押しするとこんな感じでデジタルで時間が表示されています。横に赤色で充電してほしいみたいなマークが出てますね。時間としてはわからなくもないんですが、 Apple Watch の機能として求めている通知を知ったりということができませんので、ここで終了ということにさせていただきます。今回はアクティビティは使っていますが、ワークアウトは使用していません。ワークアウトは裏側で GPS が働いていますから、 GPS を使うとかなりこのバッテリーの容量短くなると思います。私がいつも使っている使い方だと、なんとか2日だったら安心して使えるかなということが分かりました。それ以上外出先で使うときやワークアウトするときはモバイルバッテリーと充電のケーブルを持っていった方がいいなということが分かりました。それでも初代のアップルウォッチに比べたらかなりバッテリー改善したと思います。実際は毎日 iPhone を充電していますので、 iPhone と Apple Watch は基本的には毎日充電しようとは思います。今回は Apple Watch のバッテリー耐久テストでした。今回は通常の使い方でどのくらい持つかやってみたんですが、今度はワークアウトで 100% の状態からどのくらい持つかテストしてみたいと思います。そんな Apple Watch を検討している方がちょっと知りたいような内容、また動画でまとめますので、よろしかったらチャンネル登録の方よろしくお願いします。それでは。